はい、こんにちは。前回ここまで完成したので、今日は続きをやっていきたいと思います。で、塗装がなんとか全部終わって、あと組み立てるだけですね。ちょっと組み立ての様子をご覧ください。パーツがね、細かいんですよね。よいしょ。細かい。よいしょ。よいしょ。ここが入って、で、これが、ここが入って、で、これに、はい。はい、なんとか入りました。で、こっちか。これ、次、違う。はい。
入って、短い方が で、これにどこにつくんだ、こう入って接着しちゃいましょうか。はい、できました。これで一個完成ですね。はい、なんとか二つできました。こんな感じですね。こんな感じです。で、ちょっと続きやっていきます。で、続いてこれとこれに。これで1個完成。はい、これも無事2つ作ることができました。裏もちゃんと入って、こんな感じですね。はい、続けてこれ作っていきます。ここにちょっと可動軸が動かない、可動軸がこう出てて、表側はこんな感じですね。で、部品はこれだけです。やっていきます。ここにこれが入って、こう入って、
のかな。で、これが上でしょ。はい。よいしょ。はい、できました。これで2つ完成です。完成です。で、塗装したやつがこれとこれ、それからこの2つですね。でこれちょっと本体つけていきます。はい、では本体つけていきます。まずこれからですね。どうなるんだ、こうか。よいしょ。本体側がよいしょ。よいしょ、こんな感じですね。で、ここですね。よいしょ。ちょっとスイングが入ってますね。で、反対側。この軸ですね。この軸です。この軸にこれが入ると。違う。こうして、この3つの軸ですね。ここにこれが入ると。よいしょ。いいよ。はい、できました。こんな感じですね。こんな感じになりました。結構重いですね。ちょっとこっち開いちゃったけど、こんな感じです。ちょっとだいぶ白毛っぽくなったかな。じゃあまたあの続き、次尻尾になるのかな。ヒレか、ここのヒレですね。ここのヒレまたちょっと塗装して、組み立てできるようになったら動画作りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。